それでは読売ジャイアンツ対広島東洋カープのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしく。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？とりあえずボールを打ちました、流しました。田中が抑えています。ワンアウト、バッターは DH 外。田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー田中、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーを空振り、2球目打ちました。取った、一塁アウト、スリーアウトです。さあ、これからカープが守備につきます。そしてバッターは太田、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。ライト方向を流しました。ここはフライになっています。バッターボックスには指名打者の柳田、則本、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。2球目打ちました。これはセカンドライナー。バッターボックスには3番坂本、ツーアウトになっています。この回のジャイアンツ打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。ボールになります。打ちました、森本、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。2回になります。カープの攻撃、打順は4番岡本。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。アウトコース打ちました。田中抑えてワンアウト。バッターボックスローズ、田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。落ちる球できました。いいストレートですね。インロー、指にかかったストレートで空振り。ワンボールツーストライクと追い込みました。またファウル。ここもファウルです。打ちました、取りました。ツーアウトになりました。打席には6番バッター村上。ツーアウトランナーありません。打ちました、ショート取った、一塁アウト、スリーアウトです。2回の裏になります。さあ、ジャイアンツこの回は4番から始まります。丸が打席に入ります。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうして、ふわふわっと上がった、ファーストフライ掴んでアウト。バッターは5番吉田、森本、まずは先頭バッターを打ち取っています。ボールになります。ボール先行です。インサイド打った、ファースト取った、一塁アウト。打順は6番山田。ツーアウトランナーありません。いい球ですね。スピードボールを持っています。左中間へ、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンド、ヒットになった。さあ、初球は何か。最初は変化球できました。次が2球目。ファーストランナースタート、キャッチャー2塁アウト、盗塁失敗。3回に入ります。7番から始まるカープの攻撃、打順は下位打線に入っていきます。バッターは坂本。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。
初球は打ち、できればゴロを打たせたいんで低めを攻めたいですね。なるほど、そうですか。選ぶのボールかなというところですが、バッター手が出ました。すぐに追い込みました。変化球打った、ピッチャーが抑えた、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ。さあ、そして打席には太田が入ります。怖いバッターが続きますね。さあ、ツーアウトながらピンチは続きます。踏ん張りどころですからね、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですよね。ファールボールです。アウトコース、これは見送ってボールです。アウトコース、ファウル。この打球はファールグラウンドへのフライです。掴んでスリーアウト、先制は許しませんでした。3回の裏に入ります。7番から始まるジャイアンツの攻撃、打順は下位打線に入っていきます。バッターは中村。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。3球目は何で来るか。ファウルです。次が4球目。空振り三振、前にボールを飛ばせません。ここは併殺だけは避けたいですね。そうですね。インサイド打った、取った、一塁へ、一塁アウト。ツーアウトランナー三塁二塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには小林が入っています。バッターボックスには代打のオースティン。ジャイアンツツーアウトにはなりましたが、ランナーは進めています。まずは変化球、2球目は何で来るか。ふわふわっと上がったファールグラウンドへ、最後はファールフライ、掴んでアウト。これでスリーアウト、試合終了。チャンスは作りましたが、サヨナラには至りませんでした。ゲームは引き分けながらも